負けない英語学科3年の高橋真香です。はい、専修大学3年、はい、パキッと動画の真ん中に収まっていて、ぜひですね、自分の物語を一つに絞って。どうもこんにちは、高橋鈴香です。星かけるです。本日は録画面接で押さえるべきポイントや注意すべきポイントを問いさんに教えてもらうというような企画になっております。問いさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では初めに自己紹介の方お願いします。はい、確実内定という就活の方を出させていただいてます。よろしくお願いします。問いさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。本日は私と星くんがそれぞれ自己 PR 動画を撮ってみて、その添削を問いさんにしていただきたいと思います。早速自己 PR 動画撮っていきましょう。はじめまして、東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。私の強みは、え、本当に違う、考えてた。はい、はじめまして、東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。では星さん、よろしくお願いします、はい、パソコンで撮るんだね。パソコンで撮るのは普通なんじゃないの。携帯だと思ってた。でも携帯だとブレちゃうね。専修大学3年、星かけるです。はじめまして、東京大学英語学科3年の高橋鈴香です。私の強みは、自分が興味を持ったこと、課題を解決したことに対してすぐに挑戦できる行動力だというふうに考えております。学生時代は、この強みを生かして学生団体の設立というところに一番注力してまいりました。高校時代に LGBTQ の友達が差別を感じたりしているのを目の当たりにして、多様性が受けられる社会にしたいな、大学にしたいなというふうに考えて、大学の友人2人と共に学生団体を設立しました。で、具体的には毎週その LGBTQ の人たちと共に、トークイベントを開催して、1年間で合計120名の人たちに参加していただける、120名の人たちに多様性、 LGBTQ ってこんなにも身近なんだよ、こう自分たちにも関係のある課題なんだよっていう風に問題意識を持ってもらえるということを達成しました。このことから私は自分が課題に解決し、課題に感じたことをに対してすぐに行動に移せる行動力のある人間だという風に自負しております。以上です。みーくん超えちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、専修大学3年、星かけるです。本日よろしくお願いいたします。はい、私は中学校から大学に至るまで、部活動でハンドボールをしていました。その中で私は、キャプテンという経験を通して、まあ、その辛いことでもやりきる姿勢みたいなものを見つけていきました。高校ですと、まあ、そのキャプテンをしながら64名の部員をまとめ上げながら、まあ、その実際に自分自身が練習に一番早く行ったりだとか、まあ、最後まで残ったりすることで、まあ、チームに自分の姿を見せることで、まあ、チームのモチベーションを上げようと努力していました。その結果、まあ、その良い結果かは怪しいんですが、まあ、東京都のベスト16というところまで行くことができました。個人としては、東東京選抜のキャプテンというところまでやらせていただくことができ、まあ、ここは頑張れたところかなと考えております。はい、大学でも部活動は続けておりまして、まあ、そこでは僕はキャプテンはやってはいなかったんですけれども、まあ、キャプテン以外のところっていう部分で、まあ、チームに貢献しようというところで、まあ、その実際にキーパー、僕はキーパーだったんですけども、キーパー、僕が入部当初にキーパーが、まあ、うまく試合で実力出してないっていうところがあったんですね。その時に、まあ、僕自身、そのキーパーが交代するべき、キーパーが交代するときにコーチが交代を言ってしまうと、まあ、キーパー緊張してしまってうまくプレーができないみたいな問題を発見しまして、まあ、その僕とキーパーで話し合って、まあ、キーパーの交代はキーパー同士で行えるみたいなルールを作らせてコーチに提言して、まあ、それが実際にこう叶いました。まあ、その結果、僕たちは、関東学生ハンドボール学生リーグの中で、まあ、2部残留という選手大学史上初の成果を上げることができました。はい、以上になります。長くない？長い。トイさん、お願いします。はい、まず2人とも画面のブレが全然ない。おお。スマホを持ってこうやる人ってガタガタの画面で提出する人が多いんですけれども、そのブレゼロ。2人ともパキッと動画の真ん中に収まっていて、部屋暗くなりがちな方がすごく多いんですけれども、照明も明るく、背景も白いところを選んでくれて撮影してくれたので、とっても見やすかったです。嬉しい。嬉しい。めっちゃ照明焚いてるんですよ。焚いてる。偶然だね、それは。で、2人とも
噛んだこととかすごく気にしながら話してたと思うんですけれども、一般的な就活生に比べるとかなり少ない方です。へえ、その方がかなり入ってしまう傾向がありますけれど、お二人はさすが慣れていらっしゃる。それからですね、二人とも一つの物語について語れていましたね。自己 PR を今問われていて、お二人とも自己 PR できてましたけど、これで学生時代に一番頑張ったことはって言い始めちゃったりとか、それは質問が違うよみたいなことよくあります、うん、その上がりによる失敗を避けられていたのはもうパーフェクトだった、うん、さらに良くするポイントとして、これは視聴者の皆さんにもそのまま役立つと思うので、ぜひやってほしいことが、まず結論を最初に言いましょう。はい、採用担当の方も最後まで聞かないとわからないものはスキップしてしまうかもしれません。せっかくなら最初に100人以上にイベントを開催したことが私の自己 PR の成果ですって言っちゃうとか、史上初大学でサッカーチーム2部残留を果たしましたとか、最初に気を引くっていうことを気にかけていただきたい。それから2つ目、カンペは用意して OK。 あ、用意して OK なんだ。はい、カンペはですね、見えるところに置かなければいいので、カメラの向こう側に置いてほしいです。例えば私がこうやってやるんだったら、壁にカンペを貼って見えないように撮影をしちゃえばいいということですね。ポイントなんですけれども、全部の文章を書かない。全部の文章をカンペに起こすと読んじゃいますよね。読んじゃいますね。読んじゃうと目線でバレるんですよ。目がこうなるんですよね。すぐバレるので、カンペは箇条書き、単語だけ入れときましょう。例えばイベント LGBTQ 何人同意みたいな、部活大学時代初の2部残留みたいな、自分の言う要点だけをカンペでベタって貼っておけば、それを見ても目が動きませんし、自分も焦らず次にこの話をすればいいんだって思いながら話を続けることができます。3点目、自己 PR は1点に絞りましょう。はい、基本的に動画面接は1分程度が望ましいとされています、はい、そして1本を超えると切られることも多々あります。あ、高橋さんは、LGBTQ のイベントのことだけではなくって、はい、他のことも入れ込みたくなってましたよね。なってましたね、はい、でも1分では不可能だと思います、うん、で星さんは高校時代の話と大学時代の話をしたくなってましたね、はい、ここは思い切って大学時代の話だけに絞ってもよかったかもしれません、はい、というわけで1分って思ったより話せることが少ないです。ぜひですね、自分の物語を一つに絞って自己 PR をしていただきたいです、うん、はい、はい、そしてですね、高橋さん特有のフィードバックとしてはですね、早口になっちゃいましたね。対面で聞いてる分には全然早く聞こえないし、滑舌がいいのですごく分かりやすいんですけれども、はいはい、音声だと電話と一緒でちょっとくぐもっちゃうので、なるべく遅く、はい、していただきたいで、遅くするコツは中身を減らすことなので、はい、そのために自己 PR の要素をガツッと減らしていただきたいです、はい、これが一つ目。もう一つ目は LGBTQ は知らない人もいます。あ、外来語ってもう英語怖いみたいな偉い人もいらっしゃるので、はい、なるべく外来語を避けて和語ですね、はい、でおっしゃっていただくようにしていただけると嬉しいです。例えば性的少数者とかになってきますかね、といった形で結構です。星さんは、はい、せっかく2部残留の最強の結果が史上初だったわけですよね、はい、あったのに最後の最後にそれを持ってきたので、普通の体育会の学生だったのかなって誤解されそうっていうのがポイントかなと思います。特にキャプテンはやれなかったんですけれどもとか、怪しい成果なんですけれどもとか、つい謙遜する癖が入ってます。素敵なところだと思うんですが、はい、自己 PR では自分を PR しきっていいので、自信満々にお話しいただいた方がより輝くかなと思います。はい、今回の2人の動画、高橋さんはカメラに向かって正面を向いているように見えてましたよね、はい、それがすごく好印象だったと思います。高橋さんが実際の撮影しているシーンをご覧になると、実はまっすぐではなくちょっと上から傾けていることが分かりますね。この方が実は目が合っているように見えるものなんです。なのでポイントはスマホでちょっと高めのとこに、できればホルダーが3コインズとかにあるので、うん、それでホールドしてもらって、ちょっと上から撮影できるとよくて、手ぶれを防ぐためには置いて撮影した方が楽しいかなと思います、うんうんうん、
で、PC は2つの欠点があるので、そういう意味でもお勧めしてないです。1点目は下からの撮影になっちゃうこと。で、下から撮影すると、映った時に見下ろす感じになるので、見下されてるような目線になっちゃうんですね。これがもったいない。で、2つ目は画質が、スマホに比べて、まあ皆さんのスマホによりますけど、全般は荒いこと。そうするとどうしても部屋が暗く映ります。実際の部屋は明るくても、思ったより暗く映ってしまうので、表情が暗く見えちゃうデメリットがあります。ですのでできればスマホで撮影していただきたいです。はい、もしくは本気でオンライン面接とか対策されるのであれば、スマホではなくって数千円出していただいて PC のカメラをですね、いいカメラを買っていただきたいです。本当に 2,3 千円で買えるので、そっちもおすすめしたいと思います。ポイントを押さえた上で自己 PR 動画を撮影していただくことになりそうです。はい、開催いたしました。で、具体的には参りました3年の星翔と申します。髪型聞きたいんですけど。